12月2日、高校年代のバスケットボールリーグ戦 U18 日新食品北信越ブロックリーグ2023男子が閉幕し、東海大学附属諏訪高校、長野県が初優勝を果たした。この大会は北信越地方5県のバスケットボール協会からそれぞれ1チームが推薦され出場。ウィンターカップにも出場する東海大学附属諏訪は、帝京長岡高校、新潟県、 北陸学院高校、石川県、高岡第一高校、富山県といった全国切符を手にした強豪もどけ4連勝。優勝プレートやチャンピオンボードが授与されたほか、カップヌードル9種、2年分、720食、完全メシ4種、半年分、180食が贈呈された。惜しくも準優勝となった帝京長岡は、東海大学附属諏訪との最終戦に敗れ3勝1敗。 こちらにはカップヌードル9種、1年分360食、完全メシ4種、半年分180食が贈られている。今大会の試合結果一覧と順位表は以下の通り。大会名称、U18 日新食品北新越ブロックリーグ2023、男子。開催期間、2023年中ルナ14か、ド、から12ルナ2か、土。出場校と最終結果。 1>, 1位東海大学附属諏訪高校長野県2位帝京長岡高校新潟県3位北陸学院高校石川県4位県立福井商業高校福井県5位高岡第一高校